さあ、課長は名探偵やっていきましょう。いきなりまあパート4っていう題名タイトルになってるけど、1から3に相当するのはアリロの挑戦状2の、4,5,6 がそうなので、そっち先に見てから見に来てください。では続きやっていきましょう。さて、何すんだっけ。間違えた、これ違う。何すんだっけ、報告だっけ。まさか中内さんがあんなことをしてったなんて。そもそも生きとるかどうかすら俺たちにはわからん。何のためにあんなことをしたんやろな。突っ込む？ベルコン返し。ベルトコンベア返しっちゅう七不思議知っとるか？それはちょっと知らないですね。工場にあるベルトコンベアの話なら工場で働いてる人の方が詳しいんじゃないですか。気がついたことある？なあ、鶴子、お前が気がついた話し声ってほんまの話か？聞き間違いとかそういうことはないんやろな。人は嘘つきみたいに言わないでくださいよ。間違いないです。確かに人の声が聞こえたんですから。どういうこと？対策ゲームの話は いや。あ、見てたのに。移動はどこができんだ？マップとか行けるな。社長室から帰ってきた後だもんな。事務室誰もいない。マップ行っていいのか？社長は七不思議の捜査を続けると言ってたけど、何か手をつけたもんかな。ああ、カンさん帰ってきた。有野。なに、カンさんなんですか？あれ、出張行ってたんじゃなかったっけ？有野さ、最近ノルマが達成できてないぞ。もうちょっと頑張ってくれよ。あれ、おかしいな。確か七不思議の捜査をしとるから、今工場の仕事をしてへんけど、それまではきっちりとノルマをこなしてますやん。まあ、かろうじてですけど。そうなの？でもノルマ表を見るとノルマ達成できてなかったよ。ほんまですか？おかしいな。これは七不思議の一つ。あれ？夜増えるノルマかもしれないな。七不思議の？そう、前の日にノルマを達成したはずなのに、次の朝会社に来てみると、ノルマが増えていて、いつまで経っても仕事が終わらないという。まさか。俺は忙しいからまた出かけるけど、一度ノルマ表を確認してみろよ。おい、ドラ、実務室に行って調べ、事務室に行って調べよう。事務室。調べる。ノルマ表。カンさんの言った通り、俺のノルマが達成されてないのかどうか、ちゃんと確認しておかないとな。俺のノルマは、うわ、増えとる！カンさんの言ってた通りや、このノルマの書き方だと全員増えてることにならないか。ごめんドラ、これ書き直しといてくれへん？いいか、それ。不思議や不思議やけど、今までのパターンからいくとこれも誰かの仕業かもしれんな。中内さんに仲間がおったみたいやし、同じように悪さをしとる誰かが他にもおるかもしれん。まずは中内さんが会社で一体何をしとったのか、そこから探ってみるしかないな。よっしゃ、ドラ。中内さんについて聞き込みしてみようか。それで中内さんについて話が聞けるようになると。中内について。中内さん今日は来てへんみたいやな。そうですね。何ですか？どうしたんですか？いや、何でもないわ。いざ聞こうと思うと事件のことを隠しながら聞くのは結構難しいな。じゃあボケてみれないのか。もっと？違うな。見てたのに。あ、増えるノルマ聞いてみるか。夜のうちに行ってたから警備員なら知ってんじゃない。夜の間にノルマが増えとるっちゅう七不思議があんねんけど、夜の警備中になんかおかしなことってないか？そうですね。特に思い当たるようなことは。寝ぼけとって覚えてないだけちゃうやろな。ボケもなし。じゃあ移動するか。会議室はいないね。じゃあ工場は。ここは飯やろ。中内。中内さんが行きそうなところって裏か走らへんか？ CX 工業の人がよく行く焼き鳥屋さんですかね。あ、前回行ったな。あの焼き鳥屋なのに焼き鳥が一つも置いてへんおかしな店か。何の肉か分かんないとかね。ベルコン返しも聞くか。裏川、ベルトコンベアの調子はどないや。どないやもこないやも普通に動いてますよ。故障もしてないです。ベルトコンベア返しっちゅう七不思議があるやろ。ベルトコンベアが逆に動くっていう。そもそもこのベルトコンベア動く方向が変えられるじゃないですか。それを知らない人が逆に動いたことに驚いたんじゃないですかね。
増えるノルマは？浦川知らん間にノルマ増やされたりしてへんか？僕も増やされてましたよ。だからまだ働いてるんです。笹野さんはもう帰りました。今頃は銭湯でのんびりしてるんじゃないですかね。ボケは特にないか。じゃあ行くか。他は社長かマップか。だから社長に聞いてみる。中内、中内くんがいなくなったことはくれぐれも内密してくれよ。今社員が混乱する方がずっと怖いからね。ベルコン会社は？社長はベルトコンベアの不思議について何か知ってることはないですか？工場のことは缶に任せてるからちょっとわかんないな。缶に聞いてみてくれと言いたいところだけど、今出張中でいないんだ。もちろん知ってると思うけど。なんで出張中なのに、駅で別れたはずなのに一回帰ってきてんだよな。どういうことだ。あれは本物なのか。なんか読み込んどるな。まあ焼き鳥屋と銭湯、先に銭湯行くか。あーどうも。黒江。おお、笹野、今日の仕事は終わりか。ここで仕事の疲れを癒してるんですよ。これ笹野について突っ込みまくってコマンド聞こうか。ほんまは俺に隠してることはたくさんあるんやろ。別に言いふらしたりしないからは素直に話したらいいやんけ。だから別に何も隠してないですよ。これボケの方がいいのか。ボケの方が良さそうだな。わかった、そんなに言うなら俺の秘密を教えたらそれでええやろ。そんなにもええやろも意味がわからないんですけど。俺昔バンドやってて。はあ。しかも髪型が一房だけペロンとなくなってん。はあ。さ、俺の秘密を話したことやし、お前の秘密を話してくれや。むちゃくちゃですよ。俺がどんだけの思いで秘密を告白したと思ってんねん。前髪一房だけペロンやぞ。それ何かあずやねん。それを聞いて僕はどうしたらいいんですか。これツッコミの方かな。俺の秘密話したことやし、お前の秘密話してくれ。特に秘密なんてないですけど、ガゼン教える気がなくなってきましたよ。くそ、じゃあこれでボケに戻行ったり来たりだな、ボケとツッコミを。黙り込んで一体どうしたんですか。俺なんでこんなに笹の秘密聞きたかってんやろ。こっちが聞きたいですよ。でもまあ乗りかかった船ということわざもあるし、せっかくやから教えてくれ。乗りかかったっていうか完全に乗り込んできてますよ。しかも土足で。あー、ツッコミに戻った。まあこれはなんかチュートリアルではあるな。ここまでやっといてチュートリアルもクソもねえけど。もう何でもいいから言えてくれよ。ここまで来て手ぶらで帰れへんわ。しょうがないですね。特別にいいこと教えますよ。前編をクリアしたらタイトル画面で今から言う順番でボタンを押してください。左右左右 BB、 これはタイトル画面で入力です。きっといいことが起きますよ。 OK、 聞いた。まあこんな感じで突っ込むとボケるわ。使い分けが必要になってくるわけだな。じゃあマップへ。まだかな。なんだっけ、焼き鳥屋に行けって言ってたな。誰がいいんだろう。誰かいる？中内について。中内さんについて何か知りませんか？中内ちゃん？そうね。よく会社の人たちと飲みに来てくれたわね。なんだったかしら？熱心に何かを誘ってるみたいだったけど。何かに誘ってる？今も CX 工業の人たちが来てるから話を聞いてみたら？いるの？客。客の中にうちの社員は、おっとおった。な、中内さんに何か誘われたって聞いたんやけど、一体何に誘われた？中内はん、何がレフか。ベロンベロンやないか。何言ってるか分からへん。ああ、しょうがないわね。ほら、水でも飲んでシャキッとしなさい。はい、ごく。あら、落ち着いた？ええ、目が覚めました。有馬さん、一体何のご用でしょうか。キャラ変わりすぎやん。悪酔いしすぎやぞ。ねえ、中内ちゃんのあれ聞きたいらしいのよ。何だったかしらね。中内さんに、確かラブ&ゲーム教という名前のグループに入らないかと誘われました。そうそう、それそれ。そのなんとかゲームよ。ラブ&ゲーム教？一体何なんのやろ。なあ、ドラ。それと中内さんがやっとったことに何か関係があるんかな。
これはもう終わりかな？終わりっぽいな。ボケはなしかな。じゃあ移動でいいのかな？道角張ってるな。ラブ&ゲーム教、会社に帰るか。なんか読み込んどるな。何も知らないか。社長室。よーし、知らねえ。ちょ、あれだ。ヒーピット。社長の前でやると怒られるんだっけ。まさか中内さんがあんなことをしとったなんてな。何も出てこない。あ、増えるノルマあるな。社長、工場のノルマが増えてますがな。まさか社長が増やしたのと違いますよね。なんてこと言うんだ。私がそんなことすると思うのか。でもノルマが増えた分、頑張ってくれるならそれはそれでありがたいことだね。何も得られないな。ベルコン返し。マップでなんかまだ探してないのあるか。ほら行こうか。てか中内について聞いてなかったな。忘れてたわ。笹野について、笹野についてしつこく聞くだけでいけねえのかよ結局。ううじゃあ何のために踊ってきたんだよ。どこ行きゃいいんだこれ。バンナム。まだかな。お、佐々木さんがおるで。どうやらこの人はたくさんの名作ゲームをヨグリン送り出す凄腕のプロデューサーさんや。こんにちは。ああ、どうもこんにちは。どなたでしたっけ。嘘や、なんで覚えてへんですか。これはちゃんと挨拶からやれなさんダメっぽいな。ということで、名刺、上からの方が良かったな。どうも、ゲームセンター CX 工業特命プロジェクト課長の有野です。有野さん？あ、CX 工業の有野さんじゃないですか。今日はどうしたんですか。まさか今思い出したんすか。顔の広い佐々木さんにちょっと聞きたいことがありまして。はい、名刺渡した。ここは名刺やろ。中内さん。佐々木さんは中内さんと仕事してて何か気になったことありませんか。気になったことね。そういえばラブ&ゲーム教っていう、そんな集団の話を をしてましたわね。聞いた話だとすごくゲームを愛してるらしいけど、なんだかうさんくさいよね。ゲームを愛するラブ&ゲーム教？たくさんの人を集めて集会をやったりするらしいですよ。これは重要な手がかりかもしれんな。佐々木さん、ありがとうございます。ボケは一応するか。実は中内をかくまっとるとかそういうことはないですか。中内さん、その人は誰だったでしたっけ。何べんも一緒に仕事してますやん。どんだけ忘れっぽいね。じゃあ一応冷えピッタンで整理するか。ラブ&ゲーム教の集会がどうのって言ったな。話は進まねえな、ここは。他には何もないか。ないな。あれ？早すぎひん？あれ、安倍さん、まだ湖にいるんだっけ。ほら行こうか。まあ、行けるとこ行くか。これは警察署は行かないのね。枠棒、バリバリコーポ。まだかな。行ったことないな。あ、ここ安倍さんが住んでんね。うちの副工場長の。今ここにおらへんやろな。安倍さんがいつも乗っとるバイクがないし。なるほど。安倍さんはこっちのボロで、カンさんはあっちの高級マンションにいんだな。ワクワクボーイ。誰かいる？うわぁ、やっぱゲーム屋さんはええな。ゲームがいっぱいでどれを買おうか迷ってまうな。いらっしゃい、有野さん。今日は何を買ってく？おぉ、須田ちゃん。だら知らんかな。この人が店長の須田ちゃんや。この、こっちの、有野の挑戦所2の方の店長も須田さんなのか？とりあえず名刺。私、CX 工業の有野と申します。そういう堅苦しいことはしなくていいよ。うちはオタクみたいな大きな会社じゃないからさ。中内、
CX コイン中内さんって店長は知らんかな。中内さん、うちによく来てくれてた常連のお客さんだけれど。へえ、常連さんやったんや。よくゲームを買っていってくれたよ。ゲームが大好きだって言ってたな。中内さんってそんなにゲーム好きやったんや。ちっとも知らんかったな。いろんな情報が集まりすぎてちょっと混乱してきたわ。一度整理せんとあかんな。静かで集中できそうなのはあの会議室かな。ああ、じゃあ情報揃ったのか。客、お店の中には結構お客さんがおるな。うちで今度は生産が始まる対策ゲームファイナルクエスチョン3も予約が始まっとる。対策ゲームってファイナルクエスチョンだったの？工場の仕事が忙しくなる前にこの特務プロジェクト片付けだな。対策ゲーム店長、今度は発売される対策ゲームってどう思います？いや、おかげさまで予約もいっぱいだね。今までにないくらい売れるんじゃないかな。このゲームと一緒にゲーコン本体も予約した人が結構いるから、ゲーコン本体の売り上げもこれで一気に伸びるんじゃないかな。そこでボケて。対策ゲーム店長、実はあの対策ゲームもう入荷してるんとちゃいますか？そんなわけないじゃないですか。自分の会社の仕事くらい覚えておいてくださいよ。まあいいや。なんか読み込んどるな。安倍さんに聞かなくていいのか。印刷所の、まあここは話聞けそうにないな。まだかな。ちょっと湖畔のゲーセンに行ってみるか。ゲーセン、あ、いないのか。ほな行こうか。じゃあ会社に帰ればいいのか。まあ、アリの少年こう喋ってるけど設定でオフにできんだけど喋らせたまんまにしてんだよな。別にいいかなと思って。会議室で冷えピッタンでいいのか。下から選ぶ癖がついてんな。ほほ、今までの情報を整理してみようか。頭を冷やして集中すれば。おお、来た来た、めっちゃ冴えてきたで。俺が推理を組み立てていくからドラも手伝ってくれ。ほう、まず俺たちが社長に捜査を依頼されたのは何についてや？わからんなぁ。七不思議、七かまど、七転びやゆうか、七かまど、せや、バラ科の落葉高木で、高さ7メートルから10メートル程度になり、夏には白い花を咲かせる。それは違う。七かまどではないやろ。最初からになるからこれもうボケない方がいいのか。七不思議。そうや、工場で噂になっとる七不思議について捜査を依頼されたんやな。まあ七不思議言うても調べてみたら真相はほんしょうもないもんばっかやったけどな。でも出荷前のロムがいつも一本足りなくなるあの不思議だけは明らかに悪いことやった。まさかと思ったけど、うちの社員の中内さんがパクっとったなんてな。しかも中内さんはその後悲鳴を上げて姿を消してもうた。その時の口ぶりでは仲間がいるみたいやったけど、そいつらの名前は何やったっけ。ラブ&ゲーム、せや、ラブ&ゲーム教や。中内さんはどうやらそんな名前の集団に所属してたみたいやな。中内さんはそのラブ&ゲーム教に会社の人間を誘っとった。その集団に加わったやつも中におるらしい。そいつらが何者なのかわからんが、ゲームは異常に愛しとる。そして犯行がバレた中内さんは姫と共に姿を消した。仲間がどうとか言うてたから、もしかしたらラブ&ゲーム教のやつと揉めて連れ去られたとか、そういうこともあるかもしれん。中橋さんの件にラブ&ゲーム教が絡んでいたとして、あいつらなんでロモ一本盗んでいったんやろ。ゲームが欲しい、こういうことかな。発売前のロモ一本こっそり持ってくくらいやからな。ゲームが欲しいっちゅうのは確かにそうかもしれん。でもそいつらってたくさんおるんやろ。一本で足りんのか。ゲームが欲しいならもっとごっそり持ってたらええし、そもそも泥棒になるリスクを背負わんでもお店で買ったらええだけの話や。その辺、その線がちょっと弱いかもしれんな。密売、業務の邪魔、密売。あー、確かに発売前のゲームソフトやったら高い値段で売れそうなもんやけど、パクられとんのは1本だけやからな。さすがに儲けはたかが知れとるやろ。まあ現代だったらコピーとか作れちゃうけどね。密売でも儲けた、密売で儲けたかったらもっとごそっと持ってくやろうし、その線はちょっと余計か、弱いかもしれん。え、結局邪魔したいだけなのか。ゲームの、業務の邪魔してゲーム発売遅れたら元も子もない気もするけどな。そういや、確かにそうかもしれん。出荷するロムの数が合わへんかったら大変なことや。これは確かに業務の邪魔やで。一本だけっちゅうのが肝やな。数えとる人間が間違っとるとそう思い込みやすい。お前が
数え間違ったんだろう、いや数合ってるはずですと仲持ちで揉めて しまうわけや。確かにこれは業務の邪魔や。巧妙な嫌がらせやな。ロムの数が合わんのが業務の邪魔やとするとノルマが増えるのも邪魔と考えられるな。ノルマが増えたら仕事がきつくなるで。それがたびたび続いたら社員は体を壊すかもしれん。社員が体を壊したら人手が足りなくなってロムの生産に遅れが出るで。お、今つながったんちゃう？ラブ&ゲーム教の目的や CX 工業の業務の邪魔や。あくまで仮説やけど今ある情報の中では一番有力な気がするわ。そしてラブ&ゲーム教には中内さんだけじゃなく他の社員も所属しとる。ちゅうことはノルマを増やしとるのも社員の人間の可能性があるな。ノルマは夜増える。つまり夜遅くまで会社におるやつが容疑者というわけや。夜遅くまで会社におるのは誰やと思う？鶴岡かな？警備員の。せや、鶴岡警備員。みんなが帰った後が仕事の始まりや。あんまりこの名前並べられても、ちょっと期間空いてるから合致しないとこあるけどな。つまり、最も遅くまで会社に残っとるのは、鶴岡に間違いないで。そして次に怪しいのは笹野やと思うてんねん。あいつ周辺機器のことを思ってしくしく泣いとったやろ。それも仕事が終わってから、つまり結構遅い時間なわけで、笹野も会社に最後まで残ってた可能性があるんや。どら、次は鶴岡と笹野のアリバイを探ってみるで。さあ、怪しいやつのお目星もついたところで早速捜査の再開やで。じゃあ行こか。ほら行こか。いるぞ。な、何聞くんだ？気がついたこと？なあ、それお前が聞いた。いや違う、これじゃない。せっかちやな。七不思議でいいのかこの場合。違う。七不思議ボケ？違うか。アリバイ聞くか、聞きたいんだけど、本人から聞かない方がいいのかこれ。工場は？あれかな。なんか読み込んどるな。先に刺さのか。ほんまに聞いてや。なんか読み込んどるな。ほう。刺さのについてはないか。上裸やで。これはもうあれだよな、関係ないよな。早すぎひん？ほら行こか。聞く人が違うっぽいな。誰に聞いたらいいんだろう。短く配ってるな。